はい、どうも皆さん、こんばんは、吉本です。さあ、今回も強化からやっていきますか。まずはね、ハンターナイフ買いにして、ハンターカリンガにできない。お金が足りないね。ちょっとこれどうすっかな。このさ、アイアンランス売っちゃおっか。こっちのボーンランス系統でちょっと進めていってるから、アイアンランス売っちゃうか。アイアンランス500円お前、500円にしかなんねえのかよ、お前。で、これで、ハンターカリンガ。で、アサシンカリンガだけど、4000円じゃあこれあれだな。こっちの素材にボロボロス素材がまだ必要だから、ボロボロス買って、で、お金貯まって、みたいな感じでいくか。え金なくて受けらんねえし。マジかよ。10分身か。どうしても俺の腕だと10分身はかかっちまうな、これ。めんどくせえな。お、爪は2個出てくれたか。オッケーオッケーオッケー、揃ったな。連続焼肉セットがなんか仮面に必要だった気がするよな。あ、でも持ってない、ダメだ。希少品の特産品1個持ってねえから交換できねえわ。ダメだ。アサルタックスにしちゃうか。しちゃえ、えい。しちゃって、ボルトアックスか。アサルタックス買いか。なるへそ。てか、お金使っちゃった。お金使っちゃったな。こちら、アサシンカリンガにしたい前に、こっちもさ、ロングホーンにしたくて大きな骨か。あ、わしら、行っちゃう？うわ、大きな骨一個も出ねえんかよ。一個じゃねえよ。これ、棒状の骨じゃねえかよ、お前。あー、ロア来てんなー。そしたら、ちょっとロアのポイント知りたいから、クルペックが300だったんだよな、確か。でもクルペックより多いと思うんだよ。ちょっとロアも借りつつ、ドスシャギーも借りつつみたいな感じでいくか。よーし、オッケー。てかやべ。回復薬っていうか、その回復系また忘れたわ。もう、被弾できねえ。ロアで被弾できねえよ、ジャギーの攻撃痛えし。やばい、きつい、この HP。いけるか？いけるのか、これ。もう死ぬのめんどくせえぞ、ここまで来て。おつけおつけおつけ。水中だからな。水中だからな。うまくうまく。スタミナももうねえし。こんがり肉こんなところに使いたくねえんだよな。おら！ちょっと待って。やばいやばい。怖すぎー。はい。はい。終わってくれ。もう足は引きつってんだ。足は引きつってっから。もうちょっとだと。終わんねえな。はっ、危ねえ。で、ここで一撃クロス。うわ、終わんねえ。早く。オッケー。ここで隙を見せていく。はいはいはい、攻めろ。ゆら、よっしゃー。ふぅ、回復なしはかなりスリルあるぞ、これ。何ポイントだ。400か。450ポイントか。まあ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 って感じだな。もう、ロアルは戦ってても別につまんないモンスターじゃないかな。まあ、悪くないって感じか。大金の牙。で、いいのかな。これがロアルドルスのあれだ。あ、売ればいいお金になる。これ、売る専門のアイテムだ。オッケーオッケーオッケー。ここら、あ、今さっきのも起こしたけど、まあいいや。うわ、でかっ。2600円でかくね。これ、アサシン、カリンガ。で、次がアイシクルスパイクか、シャドウサーベルか。オッケーオッケー。これはシャドウサーベルにしたいな。かっこいい。ちょっとまあ、アサルト、この今一番強いアサルトアックスで行くのもいいんだけど、ちょっとアサシンカリンガで行こっか。あいつは。チャナガブルは。チャナガブルもね、あれだからね、トライベースでしかいないモンスターなんで、これは知らない人はもう必見だね。アイコンはこんな感じよ。さあ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 。さあ、問題はいけるかどうかだな、これ。片手剣でいけるかどうかだな。はいはい、ほい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 。できれば提灯も破壊したいみたいなとこあるけど、ちょっとむず、いやー、おぶねえ。まあ、こんな感じで、ハリネズミ的な要素も含まれてる提灯あんこ。まあ、ハリネズミと提灯あんこの融合体みたいな感じで、ハリセンボン、あ、違う、ハリセンボンか。ハリネズミじゃねえわ。ハリセンボンだ。ハリネズミはさすがにやばいだろ。ハリセンボンだ。これトゲで痛ーい。この水中だと動きが悪いのにもかかわらず、この結構避けにくいトゲ攻撃してくる。まあ、これがね、チャナガブルの生かしたところよ。
セイスセイスセイス。あかん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 。潜ると、はい、あとはなんだっけ、さっきみたいなムービーであった吸い込みみたいなこともしてくんだよね。待って、切れ味速攻で落ちるじゃん。切れ味恐ろしく早く落ちるんだけど。なんかエピオスめっちゃ暴れてるし、なんだエピオス、エピオスが見たことない速度で暴れてるんだけど。はいはい。あ、ちなみにこいつは尻尾も切れるんだよね。ただ地上じゃないとちょっと難しいかな、尻尾は。エピオス、あの邪魔だぞ、食われてるぞ。はい、危ねえ。でこいつの一番の代名詞の技があるんだけど、なかなかしてこないね。ちょっとガードしとくか。はい、危ねえ。1、2、3。あでもダメージ痛くないね。まあ、まだ怒ってねえからか。はいはい。あーこれだよ、回転手のこれ突進、これがいやらしいんだよな。特にラギアグルスのあの突進めちゃくちゃ速いからね。なんか切れ味いちいち切るなんて解くのもなんかバカらしいから、とりあえずこの状態で攻める。はいはいはい。当たんねえ全然当たんないんだけど。ちゃちゃが邪魔だな。ほいほいほい、避けてパクパク、せいせいせい。でこれ潜るか、潜る。あーこれ尻尾だ。そう、尻尾はね、こいつなんとね、巻き属性なんで尻尾。うーん、だからこいつの武器は麻痺なんだよね。はいはい、オッケーオッケー。もう悪くないんちゃう。なんだそれなんだそれ、突進が、突進じゃないな、危ねえ。はいはい、避けろ、危ねえ。いや本当にあれ、あの本当に横にいたらあれ避けるんだけど、マジで。な、何人の初心者があのあの技にやられたことが。やばい、これガードしよう、危ねえ。まあ、水中はガードできる武器がね結構いいんだよね。ただ肩筋が一番水中はダメだって言われてるけど。あ、やばい、バカやったか？セーフ。セイス、セイス、セイ。はい、はい。まあ、なんか割と、あ、怒ったね。もう割とやれ、痛い。あ、俺じゃねえよ、ダメージ。待て、危ねえ。さあ、研ぎたいけど、研ぎたいけど、オッケー、今。1、2、3。てか、そろそろ回避客ちょっと、うっちょくりー。ババア、回避客ちょっと打ってくれよ。もうそろそろ薬草だけじゃ結構足りないみたいなとこあるからね。まあ、防具を常に最前線にしとけば多分大丈夫だと思うけど、そんな最前線にして、痛い。そんな最前線にして余裕もねえしな。金に余裕がない、金に。もう武器で手いっぱい、もう早逃げんの、逃げんの早。あ、これ青いね。青はなんかいいの出るってそれ一番言われてるから、それ。大丈夫、決勝。シーブライド、シーブライド。あれ？うわー、潜っとる、潜ってる。そんなあなたに、音爆弾。あれ？あれ、音爆弾だよね。あー、そうだ、びっくりした。なんか、当たんねえから、ちげえかと思った。はい、はい。まあ、ここで、本来はね、提灯。これ、提灯を攻撃する、といいんだけど、そんな余裕はない。いや、だいぶ水中にも慣れてきたけど、やっぱ V を狙うっていうその余裕はないわ。そんな V 狙ってる余裕はねえな、まだ。シーブライト、また潜ってんな。バレバレなんです。よう、そして離れる。はい、せっかくだからちょっとチャナカブルがあれだな、地上に出てるとこもちょっと見せたいな。あ、今のもあれだね、プレス的なやつ。プレス的なやつ。プレス的な。あ、出るんじゃないこれ。なんだ、出ねえ。ちゃちゃ狙いかよ。せっかくだから尻尾か提灯どっちか赤いしたいな。なんか、ここまで来たらさ。尻尾か、尻尾割とちょっと切ってるみたいなとこあるからな。切ってるっていうか、勝手に切ってる。普通に。ただちょっと尻尾切りてえな。いやな、むずいぞ。むずいぞ、尻尾。提灯のが、あっと、また潜る。はい。そい。オッケー。で、これがプレス的なやつ。ドバーン。尻尾狙うの。いや、いける？あ、いける？頑張る？え、てかさ、いったー！エリア移動してきた瞬間やめてよ。てか、あれなんだけど、キャナガブルのさ、代名詞と見えるあの技、まだあの技やってきてないぞ。え、もしかしてあの技って地上でしかやってこねえのか？え、そんなやつあったっけ？出たね、地上に。
さあさあ5体目。つか尻尾めっちゃ切りやすいじゃん。地上出てくれたらありがとう。さ、え？いや、それは違うじゃん、お前。それは違うじゃん。弱ってた？なんか足ぎつってる感あったか、今。尻尾切る前に、きつい。うお、真下にいるの怖っ。ここ狭いんだよ、ここほら。狭たん。狭たんだよ、これ狭たん。JK ここ来たらみんな、30人中18人ぐらいはまずここに入ったら狭たんっていうかな、これ JK。尻尾あら、また逃げるぞ。やけに逃げるな、こいつ。でも弱ってる様子は、あれ待って、1番あれ ?1 番行くのあいつ。じゃ、普通に地上じゃん。1番普通に地上だよ。水ないよ。え？おいおいおい、びっくりした。あ、出てきた。さあ、これが地上のチャタンガール。はい、尻尾切れたー。はい。え？え？あ、尻尾切れてねえわ。え、何今のあいつ何した？まあ、いいや。とっとろその気持ち悪い尻尾。なあ、そのムカデみたいな気持ち悪い。尻尾しやがって、とっとと落としていけ。尻尾早く落とせ、尻尾。あ、あのくるくる回転は地上でもあるね。ちょ、ルドロス。ルドロス邪魔だ。俺はこいつの尻尾に用があんだ。切れねえな。あんだけ水中で俺切ってたのにさ。なんかこれハンターガリンが弱い説ハンターガリンが、あ、弱った弱った弱った。尻尾、オッケー今度、切れた。尻尾切れたよ。ヒレですって、ヒレ。ヒレって尻尾以外からでも出るよね、多分。あれ、チャナって、潜りながら寝るんだっけ？いる？あ、いる。ほら。こうやってね、寝てる時のふわんふわんってのが出んだよね。終わりにしようぜ！あ、出てきた。死んだんじゃねこれ、死んだんじゃねあ、生きてんな。はい。くっそ、水中やりにく。はい。早く終わっちょくり。燃え。生き残んならせめてちょうちんあんこうのお前、光見せてくれ、光、もっかい。全然あの時見えてなかったから。ルードル邪魔。邪魔すぎー。これヒップドロップ的なやつ来るぞ、これ。ヒップドロップ的なやつ。噛みつきか、それとも噛みつきだな、これ。か、あ、じゃあヒップドロップ的なやつ。どーん。これが一番こいつの中で強いのかな。はい。いや、痛い。でも怒ってないから全然食らない。攻めろ、ご了承攻めろ。これなんだろう、なんかトライジーってさ、弱ってからのあれがさ、なんかしぶとくない？結構トライジーってそこら辺甘いんじゃないの？弱るまで、足引きずるまでの判定が結構甘いんじゃねこれ。甘いんじゃね説。はい。もう、マジ終わんねえんだけど。痛い！ルドロスふざけんなよ、お前。あっぶねえな、ルドロスのせいで死にかけた。はい。終わんねえ。マジ終わんねえ。じゃあ、ルドロス、ふざけんなよ、お前、マジで。お前、このクエスト終わったら、お前、覚えとけよ、お前。あ、死んだわ、ルドロス。一緒に行くんじゃないよ、お前。ふざけんなよ、お前、マジで。最後の最後までふざけんなよ、お前、マジで。いや、それにしても、綺麗だな、8番。めちゃくちゃ綺麗。水没林の唯一の癒しだからね、この景色が。麻痺袋はでかい、麻痺袋はでかいって、麻痺、素材全然でねえ。お、新たな土地での狩りが許可された。これで凍土が出るんかな。凍土だねえ。ってことはもうギギネブラとか出んじゃねえのこれ。お、さあさあ、ウルクスス、ドスバギー来たか。ドスバギー来たね。ドスバギー、なるほど。ウルクススとドスバギーはまず聞くえだろうな。ウルクスス、パッパと狩る。まあウルクススはもうぶっちゃけどうでもいいよね。うーん、ずっといるじゃんあいつ。あ、回復薬ついに売れるようになった。売れるようになった。売ってくれるようになった。しかも解毒薬もあるな。オッケー。あ、キノコ箱も強化か。キノコの売買金。おお、なんだ、もう一個あるぞ。次、蜂蜜か。蜂蜜も強化。蜂蜜、
ドス働き鉢。なるへそ。お、まあ、まだあるぞ、まだあるぞ。何？魚の食材が欲しい。魚の食材。うわ、チャナガウルのヒゲが必要だ。ヒゲって顔破壊だっけ、なんだっけ。あと釣り替えるか。うわ、なんか急に追加するじゃん、めっちゃ。何はともあれ、あれやな。あの、調合書買って、調合書、あった。二つぐらいでいいか。たっけー !3000 円の出費だよ、3000円の出費。で、これで回避客と蜂蜜で、100%! オッケーで、グレート10個買ってからの、回避客10個よ。もう、はたまた、はたまたじゃねえよ。もう、見る間も、見る間も？なんて言うの？これ、速攻で、速攻で、なくなっちゃうこと、なんて言うんだっけ？見る間もなく、違うな。ちょっとね、最近、ど忘れが、なんて言うね、こういうの。忘れた。とりあえず、この強烈なフェロモン。これはね、多分虫を、多分殺した時、モガの森で、虫を討伐した時に、特産品で出んじゃねえかな。まだ虫、倒してないからね、モガの森で多分、一個持ってるわ。一個持ってるのが多分それだと思うんだよ。で、ここはまだ無理で、キノコの売買金、これはなんだ、これは。これは多分ね、交易だね。うん、攻撃だから今坂本龍馬いないから無理。ドス働き鉢も多分攻撃なんだよね。で、ヒゲは分からん。とりあえずじゃあ分かるとこから行こう。強烈なフェロモン3つと、強烈なフェロモン3つだけだ。強烈なフェロモン3つだけだ。あ、おるやん。こんにちはー、こんにちはー。蜂蜜箱使う余裕なんてないからさ、こういうとこで蜂蜜取ってかないとね。うん、モガの森いっぱい蜂蜜取れるから、もう蜂蜜箱使う必要がないよね。手間はかかるけど、資源はもう使ってられん。村の納品以来でもう、パンパンよ、パンパン。おい、なんでゾスシャギいいんだよ。まあ、いや、ゾスシャギもついでに買っちまうか。で、アイルも倒して、アイルも何か特産品落とす説あるからな、これ。よー、なんか2匹目来たし、もうめんどくせえ。マジめんどくせえよ。さよなら。さよなら。しゃあ、まず一匹。これ、ブナハブラがこれ近づいてくるの、待たなきゃいけないのがめんどくさいな、これ。こいつら警戒心5万だからね、こいつら。警戒心5万。うわ、あの華麗な動き見た？あの華麗な動き。はい、まず一匹。はい、2匹。はい、3匹。はい、12匹。はい、1万匹。はい、1万1匹。また湧いてる、お前。何万匹湧くねん。何万匹湧くねん、お前。神経を研ぎ澄ませ。神経を研ぎ澄ませ。ここだー、ここだー。やるじゃん。もう帰ろ。こんだけでオルタロスとブナハブラ倒したら出るだろ、3つぐらい。狩りの報告。ほら、9匹買ってるからね。来い。あ、ほら、これだよ、これ。おっしゃ、3つ出た。オッケーオッケー。もうこれ、大きな本、大きな本出ないからさ、ロング本じゃなくて、こっちの、ドロスボーンスピアでいいんじゃねえか説。あ、でも接着のあれ使うの？じゃあダメだ。いや、こっちも使うんかい。ランス、これあれだな、もうランス売っちゃうか、このランス。ちょっともったいないけど。で、なんか生産でさ、なんか出たらまた作ればよくね？それがいいっしょ。ロングホーン回作れるし、ここで。キラービートル同期の骨か、めんどくさ。セインライス。セインランスめんどくさ。いや、もうランスは売っちゃおう。売っちゃおう。ランスはまた新しい。そうだな、ブラキ。ブラキ倒したあたりで爆破のランス作ればよくね。そう思わん？いや、ブラキって上位からか。果てしなかったわ。ブラキ果てなし、果てしなかったわ。まあ、いや、ボーンラ、いや、でも1500円？